運前市、乗り合いタクシーとは、長崎県運前市で、路線バス廃止後の代替交通として、市の補助を受けて運行される乗り合いタクシーである。本項目では、運前市で運行されるその他の乗り合いタクシーについても、合わせて記述する。以下に路線がある。上竹小浜線山両小浜線広報運前、平成19年3月号、P12 島原最新ニュースラインマイナス島原や、 乗り合いタクシー運行開始オ小浜千事は地域住民の足を確保、九州運輸要欄平成20年度版のコミュニティバス運行状況より、九州運輸要欄平成25年度版のコミュニティバス運行状況においては、運行事業者は、東タクシー、今坂タクシー、小浜温泉タクシーの3社となっている。事業区間は、上竹ふっつ小ほかとされ、コース数については今坂タクシーは3。 アズマタクシー、オバマ温泉タクシーは、それぞれ2とされている。九州運輸要欄平成25年度版の、コミュニティバス運行状況では3社の車両はいずれも、定員11人未満とされているが、運転士公式サイトの掲載情報、運転士、乗り合いタクシーについてでは、中型バスの使用について引き続き記載されている。運転観光協会公式サイト内、 乗り合いタクシー運行案内参照、バスラマインターナショナル104号、P982007 年の運行開始当時は、日野、レインボー RB を使用。その後、日野、レインボー 7W や、三菱ふそう、エアロミディ MJ も使用されている。a b 2 0 0 8年7月8日付、西日本新聞広報運前平成21年11月号。 1> p 1 5ハット a b 空港直行バス乗り合いジャンボタクシー試験運行終了のお知らせ広報運転平成21年12月号 P9AB 国土交通省公式サイト掲載情報運転士地域交通協議会ハット a b c d 運転士公式サイト掲載情報運転士予約制タクシー運行開始式についてありがとうございます